さあ今来ました、勝者の証、権力の象徴、ロールスロイス。あのボクシング元世界5階級制覇チャンピオンのレジェンド、フロイド・メイウェザー・ジュニアが六本木ヒルズに登場。ついにライジの10代記者会見の場に登場です。今日はこの記者会見どうしていらっしゃったんですか？まあそうですね、まあ、メイウェザー選手をちょっと見たくて来ました。この後ですね、試合が発表されるんですけど、どんなところに注目されますか？まあそうですね、どんなルールかなと、そういう、まあ、楽しみにして。